まさかこの子は俺の運命の人？我はこの地を管理する者なり、待って待って、何か面白い小説ないかな。俺恋愛物が好きなんだけど、何かおすすめのとかあるかな。ごめんなさい。いや、せっかく探してくれたんだし、全部借りるよ。初回利用者は借り出しカードの。また来てちょうだいね。残酷な法の壁。ちょっといろいろしててさ。愛情くん、付き合ってる人いたんだ。そんな本なんか使ってるから、いつまで経っても喋れないのよ。なんであんたはそんなに変な子なの。こんな変なこと話してる時間なんて誰にもあるわけないんだ。あ、よかった。いたいた、吉本さん。本を貸してくれたお礼をしたいと思って。吉本さん、スマホは持ってる？入れてほしいアプリがあるんだけど。アプリを入れたらデータを送るから、それを読み込んでくれる？それでその文章を選択すると。私はカマクル。テキスト読み上げアプリって知ってる？あらかじめ打ち込んでおいた文字を電子音声で読み上げてくれるアプリなんだ。吉本さんも話される側も本を見なきゃいけないから。でもこのアプリを使えば相手の目を見て会話ができる。ほんのちょっとでも君が人とのコミュニケーションを取りやすくなる。早速試してみて。俺に何か話しかけてみてよ。好きです。ごめんなさい。お気になさらないでください。あなたに許嫁がいることは知っています。私もあなたを愛しています。ですが私たちは愛し合ってはならない定め。そんな運命など跳ねのけてしまえばいい。共に行こう、静か。吉本静香ちゃんを新しい彼女として迎え入れさせていただいてもよろしいでしょうか。脳みそ腐ってんのか。返す言葉もございません。違う、決して二人への気持ちが静香ちゃんに移ったわけじゃないんだ。俺はカラネとハカリのことも静香ちゃんのことも今までと変わらず。ああ、今後そうは感じられないと思ったら、その時は俺も潔く腹を切るから。男です、男の中の男です。